行くぞ。戦闘中のデータがあります。戦闘中から復帰しますか。これ何やってたんだろうな。ちょっと待ってよ。あ、これ何やってたんだろう。まあいいや、じゃあちょっとやっていきましょうか。スラッドに本題に入りましょう。じゃあ参ります。はい、これ何やってたんだろう。あー、なるほど、カオルくんか。じゃあささっと終わるね。よし、じゃあとりあえずこれが終わったらですね、本日から猫の夏休みのサバイバルのね、追加ステージの方が来たんで、そちらの方をちょっと今からやっていこうかなと思います。よし、3枚獲得でございます。じゃあ早速ですね、本題に入りましょう。さあ、ということで、あ、そうか、スクラッチの方も2回目来たのか。で、スペシャルミッションに島脱出計画第2弾が、追加されたにゃということで、はい、まあ、いいや、絵日記を後で確認しましょうか。よし、じゃあ早速ステージやっていきましょう。あ、これだね、ジャングルサバイバルでございます。はい、これをやっていきましょう。ちょっと詳細見ていきましょうか。全4ステージでございますね。あ、でもそんなに多くないんだね。なんか難易度もそんなに難しくなさそうなんで、なんかささっと終わっちゃいそうだな。まあじゃあそしたらあれだね、イベントガチャ回そうか。じゃあとりあえずやっていきましょうか。さあ、まず一つ目、食料を求めてということで、どうしようかな。編成に関してはもうゴリ押しでいいよね。うん、じゃあこれでやっていきましょう。はい、よし、じゃあまず参りましょう。食料、さあ、魔王、ちょっと待って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 、おお、すごい川だ。まあ川だよね。めちゃくちゃいいな、このステージ背景。いやー、いいね。あ、なにこれ、ちょっと待って、なんか神的だよこれ。薪だねこれ。うん、これな、ま、丸太なんだこれ。まあいいや。ちょっと待って、なんかしれっと、あー、クリアしましたね。うーん、これ何のミッションだったんだろうね。まあいや、なんか達成しましたけども、ちょ敵見ていきましょうか。はい、ちょ、しれっと、はい、ということで、あ、丸太でございますね。薪じゃなかった、丸太だよね。はい、無属性で、動きを遅くする。で、吹っ飛ばすに、ね、範囲攻撃。そんでもって前方位攻撃っていうことで、なかなかめんどくせえな、こいつ。これ絶妙にこの妨害なかなかやるな。そういえば改めてなんだけど、この風に関して、でも意外とあれだね。敵の性能全然見てなかったわ。吹っ飛ばすでしょう。で、攻撃力ダウン無効、動きを止める無効、はあ、で、動きを遅くする無効に、吹っ飛ばす無効。なかなかめんどくさかったんだな、こいつ。で、波動、マジか、波動モレッパも無効だったの。全然知らんかったわ。なるほどね。しかもワープ無効だし。なんだかんだで図鑑で見るの初めてかもしんないな。まあ、いいや。ということで、じゃあ、残りのステージ片付けていきましょう。お次、てこの川流れでございます。いやー、あの丸太結構、うわーにー、ちょっと待って。丸太の次はちょっと待ってくれよ。うわー。これ何、ちょっと待って、岩石みたいなの来たけど、うわー、なるほどね。そして、来た風の赤でございますね。あー、なんか敵っぽくないのがいっぱい来てるね。いろんなところなんか本当になんか川で流れてそうなのばっかなんだけど、まあそりゃそうか、川流れだもんね。まあいいや、ということで、じゃあまた敵の詳細見なきゃじゃん。はい、ちょっと見ていきましょう。岩石かこれ。あ、大岩でございます。はい、まんまでございますね。はい、大岩に関しては範囲攻撃で前方位、前方位多いな。で、無属性っていう感じでございますね。これなんかまだ出てきそうじゃない、これ他になんか出てくんのかな。まあいいや、じゃあ次、砕けぬ岩、砕けそうな心。いや、なかなか面白いなこのステージで。そんでもってもう次でラストなんだよね。いやー、でも早いな。どうなんだろう、まだなんか出てくんのかな。いやー、ちょっとびっくりしたわ。本来、あー、なるほどね、本来だったらもうサクッと終わりにするはずなんですけども、なんか意外とちょっとね、敵の図鑑だったりとか気になるところがありすぎてね。まあいいや。はい、ということで、ちょっと待って、面白すぎて、ちょっと待って、もっとこのステージやりたくなるね。もうなんか全8ステージでもいいから、ちょっとこれまだやりたいわ。まあいいや、ということで、じゃあ次行きましょう。あ、罠めっちゃゲットできたね、これでかいわ。さあ、お次ラストでございます。激流にも負けず。さあ、ラストステージでございます。さすがにもう新敵は来ないかな。丸太と大岩だけかな、とりあえずね。この丸太結構厄介だよマジで。あの、なんだっけ、運動会ステージにもなんか似たようなやついたよな。なんかそれを感じますけどもね。
そっか、運動会ってことは、あともう数ヶ月したらそのステージも来るんだもんね。なるほどね。いや、またなんか出てくるのかな。まあ楽しみにしていきましょうか。いやーマジか、今回、ちょっと待って、待って、なんで俺出しちゃったんだろう。ちょっと待って、まあいいや、はい、謎に召喚しましたけれども、あ、もう終わっちゃうね。はい、ということで、あ、そうか、ミッションもちょっと確認していきましょうか。お、トレジャーと罠でしょ。で、罠2個。はい、ということで、よし、終わりでございます。じゃあちょっとミッション見ていきましょうか。第2弾に関してはまず1つ目か、ジャングルサバイバルのステージ1をクリアで、次に関しては、あ、ステージ4クリアするとレアチケット、あー、これでかいね。それで終わりかな、もしかして。あ、いや、まだあるな。あ、これ違うね。あ、じゃあこの2つなんだね。なるほどね。という感じでございました。はい、いや、なかなか面白かったわ。あー、ちょっと待って、ガマトと帰ってきてるわ。ちょっと回収しよう。さあ、神社は、あ、生きてない。まあでしょうね。まあさすがに来てないよね。はい、お、スナイパー2個か。ニャンペが欲しかったな。まあいいや、とりあえず行ってらっしゃい。じゃあとりあえず残り時間に関してはちょっとイベントガチャ回しましょうか。まあさすがにちょっと全部消化はね、体力的にきついんで、まあ20連か30連ぐらいはちょっと回していきましょう。よし、じゃあ早速もう回していきましょうか。じゃあ行きまーす。はい、でとりあえずそうだね、そう、このイベントガチャのさ、あいつキャラクターに関して全然プラス上げしてないから、そろそろちょっとガンガンね、ちょっとガチャの方を回さなくちゃいけないんですけれどもね、なかなか罠が集めづらいからな、割と。なんか前回のね、虫闇に比べて結構回収できてない感じがするんでね、ちょっと頑張らなきゃな。そしてキャラクターが全然出てこないんだけど、ちょっと別にイカでもいいから来いよ。ちょっとマジか、あ、来た、イカ。イカ来ましたね。はい、これで多分プラスに関しては、あ、やっと1なんだ。道のり長ー。まあいいや。はい、オカメでございます。そんでもって、はい、イカだけだったわ。じゃあまだまだ回していきます。はい、でも、もう全部回してもいいんだけど。あ、でも、きちいな。きちいな。やめとこう。はい。さあ、次は、イワシか卵が来てほしいところ。来ないか。あ、なんか今回不調だな。マジか。嘘。割と、あ、イワシが来ましたね。はい。イワシはこれで3でございますね。はい。よし。卵が全く来てないですね。なんか今回ちょっと調子悪いね。なんでなんでしょうか。まあいいや。じゃあとりあえずあと20連ぐらい回して、今回終わりにしましょうか。で、残った罠に関してはまた近々ですね、まあなんか別の動画でやろうかなと思います。はい、あ、イワシが来ましたね。はい、よし。で、あとサバイバルに関しては他に、あ、イカ来た。あ、あとスクラッチはまた後でやろうかなと思いますけど、他にやることっつったらもうこれでとりあえず一旦終わりかな。まあまたなんか来たらやろうかなと思いますけどもね。あー、来た、卵。はい、ようやく来ましたね。はい、これでようやくホタテがプラス2でございますけども、まだまだだよ。ちょっとホタテはマックスにさせたいからね。じゃあちょっと今回これで最後にしましょう。はい、さあ最後なんだから、ちょっとせっかくだからね、ガンガン来てほしいところなんですけれども、さあスピードアップ、ニャンピュー、まあまあニャンピュー嬉しいな。そしてアイテムはかなり来てるけれども、キャラクターがなかなか来ないっていうね。あー、あー、イワシが来ました。まあイワシはそこそこ上がったね。これで5でございますけどもね。さあ、まだまだ来てくれ、頼むぞ。あー、はい、なんか今日不調だったね。逆に全部回さなくてよかった気がするね。あ、いや、ということで今回はこれぐらいにしたいと思います。ということで今回に関してはですね、まあ、ジャングルサバイバルということで、追加のステージが来たので、挑戦しましたけども、なかなかね、ちょっと強烈な敵キャラが来て面白かったんですけども、まあまた、まあ、なんかステージの方が来たらやろうかなと思います。ということで今回はこれくらいにしたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回動画でお会いしましょう。イワシ。